皆さんこんにちは、デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタントの道博です。本日は小児歯科で有名な岡崎先生に来ていただきました。はい、岡崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は歯科衛生士さんが保健指導の時に役立つ豆知識ということで、こちらの質問にお答えしていただきます。虎の歯周病から知る歯周病患者さん説明のための豆知識というところで、先生いかがでしょうか。はい、実はこうね、今出している写真、これ虎です。ベンガルドラという虎なんですね。実は日本最高齢の、ね、虎なんですよ。ある動物園に、ね、の虎なんですけどね、この虎がですね、半年ほど前からね、急にね、餌を与えた時にね、顔を右側にして、右側でしかね、肉を食べないんですよ。動物園の人たちはね、誰もね、それどうしてかわからなかったんですよ。そうですね。さあ皆さん、どうしてこの虎、ね、右側でしか噛めなかったんでしょう。1番、虫歯。2番、歯周病。3番、噛み癖。はい、いかがですか。うーん、1番の右食ですかね。おー、大丈夫ですか。いいですか。いいですか。大丈夫ですか。じゃあ2番の歯周病。はいはいはい、はい、答えが出ました。答えが出ました。そう、歯周病なんですね。これからね、どうしてそのね、虎が歯周病で歯を失ったかという話をしたいと思うんですね。これがですね、その虎顔写真ですね。こうして見ていただくとね、まあ、向かって左の犬歯分かりますね。牙ありますね。角の犬歯もこれもありますよね。ところがどうですか、これね、向かって右上の犬歯、右上犬歯、牙、これどうなってます。私ね、これね、なかなかわからなかったんですよ。ちょっとアップしてみましょうね。ですけど、右上。なんか歯がぶら下がってるのか、歯がないのかね、私わからなかったんですよ。ところが、じっくりこれを眺めてみるとね、まずちょっとこのね、もう一度、左上の犬歯を見てくださいね。丸つけたところ。ね、よーく見ると、白っぽいのが見えますね。これね、歯石だったんですよ。ね。歯石かと思って、そういう目で反対側の歯を見ると、もっとね、多量の、ね、歯石がついていることが分かりますよ。ね。これが原因でですね、この虎はですね、歯を失ったんですよね。実はこの虎は亡くなったところをね、あと骨格標本にしたんです。これがですね、その虎の骨格標本ですね。まあ、先ほど申しました、ね、向かって左上の牙、ね、歯石がついていることが分かりますよね。それから上顎の最後臼歯、一番後ろの臼歯もね、歯石の塊ついてるじゃないですか、ね、で右側の方にです、ね、何か歯を置いてありますね。実はこれ牙抜けたんですよ。亡くなる半年ぐらい前にね、この牙からポロッと取れたんだそうです、ね、それ以来顔を右側にしたり食べるようになりましたっていうのにね、動物の方おっしゃったんです。へえ、そうなんだと思ってね、ちょっとその骨はね、別の角度からね、で写真撮ってみました。これ口蓋から撮った部分ですね。左側はこうね、牙があるのが分かります。ところが右側、大きな歯が開いてますよ ね、ボロッと歯が抜けて、まあ、そしてね、大きな歯槽蓋がありますね。これが実はその抜けた歯です、ね、まあ、牙の部分があります、まあ、下はですね、歯根、もうこれはもう本当にこう歯石だらけですよ ね、このおかげで取れたんだそうです、ね。まあ、そして実は私、このそこでその歯をね、元に戻してみたんですね。まあ、そうするとね、まあね、歯槽骨が溶けてるからですね、もう歯が全然元に戻らなくなったんですよね。私どうしてね、こういうね、動物の話をするかって言いますとね、子供に話をするときにはね、歯周病っていうことを話するよりもね、こうして動物の話をするとね、ものすごくね、分かって一生懸命聞いてくれるんですよ、ね。でもそう言いながら、実はこれはね、人間の話でもあるんですよね。肉食動物っていうのはね、非常にね、歯病で歯を失うことが多いんですよね。まあ、そこでこれは動物園にもよるんですけどね、まあ、これある動物園ですけどね、全身麻酔かけてね、健康診断するときに全身麻酔かけるんですけどね、これライオンですけどね、ライオン、ほら見てください、ね、超音波スケーラーを持ってきてね、超音波スケーラーで人を取るでしょう。こうするとね、やっぱり、ね、歯石つきにくいんだそうですね。あまりにも大量につくからね、飼ってはね、歯石を抜歯鉗子でね、あれで割ってたんです。
でもそれですぐにつくんですよね、どうしたらいいですかということを動物園から言われたもんでね、それでね、超音波スクエラーをおすすめして、もうそしてね、こうして撮ってるんですね。さらに最近だとね、この上ね、PMT 島でやったやつです。そうそう、動物園の獣医さん、本当に歯が切れるなってね、喜ばれてるんです。先生、ありがとうございます。はい、今、動物園では歯もしっかりケアしてくださってるっていうのが分かって、すごくなんか嬉しい気持ちになりました。どんどんね、動物園の動物たちもね、高齢化社会を迎えてるんですよ。ね、やっぱりその中でね、やっぱり動物を長生きさせるためにやっぱり食べる歯が大事なんだっていうことがね、まあ、だんだん今ね周知されつつあるんですよね。まあ、人間も長生きになってきてますし、口腔状況っていうのは非常に重要だと思いますので、今日教えていただいた内容をぜひ保健指導に生かしていただければと思います。また小さいお子さんだとこういった動物のお話を交えていただくとさらに興味を持っていただけると思いますので、ぜひお試しください。はい、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも皆様のご質問にお答えしていきたいと思いますので、ご質問がある方は質問本部よりお願いします。この動画が良かったなと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。